大見ミ谷池は日本の池。大見ミ谷池は静岡県掛川市に所在する池である。大井川用水の調整地として利用されており、貯水量は3万立方メートルに達する。取水された農業用水は周辺の田畑を潤しており、その樹液面積は15.0ヘクタールに及ぶ。利用している農家の個数は1984年当時で50個とされている。 池の周辺はトイレなども整備されており散策などが楽しめる憩いの場となっている。なお、大見が谷池の所在地は静岡県掛川市中方であるが2005年4月1日の合併以前は静岡県小笠郡大東町中方であった。大東町においては行政区である下助田幕の区長が大見が谷池の管理者として指定されていた。 大井川用水は受液地が広範囲に及ぶため、調整地が各地に存在する。大井川用水の菊川う岸幹線の場合、静岡県菊川市に所在する7局地を経由し、大見が谷池に流れ込んでいる。一旦大見が谷池に貯水されることで、その水量を調節している。その後、大見が谷池を経由して、静岡県掛川市に所在する他賀谷池に、 流れ込んでいる。なお、周辺の153ヘクタールの農地に対しては、大井川用水とは別に、煙用水として、毎秒0.05立方メートルが割り当てられている。池の名前である、大見が谷の表記については、掛川市役所は、小さい川を用いて、大見が谷と表記している。しかし、大井川右岸土地改良区のウェブサイトのように、大きい池を用いた、 大見家国との表記も参見される。ありがとうございます。